で、また、うん、INTJ のためのヒント、人が個人的なことを伝えてきたときには、うん、忍耐強く接してみる。あ、これ僕もそうですね。はい。はい、で、はい、個人的な反応に注意を向け、受け入れようとし、ぶっきらぼうで相手から距離を置いた個人的なことを持ち込まないような態度は取らない。あ、要は、うん、こっちがなんかその、ハートできてるときに、うんうんうん、あ、そうですね、とかなんかその、なんて言うんだろう、そういう接し方、うん、外交のシンキングな感じ、うん、あのね、あなたの言ってること分かります、うん、あなたはこれをこうした方がいいですよみたいな、こうした方がいいって言ってるんですね、うん、ああもういいわなんて、まあ、要はあの個人的なことを話するときは、はい、共感してほしいって話ですよね多分、とかなんか、うん、その打ち解けてほしいのに、うん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 、なんかそのなんていうの、要は機械的な感じ、うんうんうん、がっていうことなんですかね。もうその文章はそんな感じですよね。そういうふうに受け取りましたが、うん、そんな感じ。あ、そうですね。よくこうね、ちょっと聞いてよっていうふうに言ってくる人たちって、あ、共感を求めているんだろうなっていうのはわかるんですけれども、でもどうしても具体的な解決策を述べてしまって、そうじゃないんだよね、ただ聞いてほしいだけなのよっていう風になるのは、あー、理解できますね。ほんま男と女、男っぽい感じですね確かによくあるやつ、はい、よくあるやつです、うん、確かに INTJ で女性はよりまた少ないって言いますもんね、うんうんうん、確かに、うん、男、僕もそれはわかるんですよ。わかります。そしたらいいじゃん別にそんな求めてない、うん、まあなんかあのあれですよ、男としては頼りになるアピールがしたいんですよきっと、はい、そうですね、はいはい、男としてはね多分、はいはい、だからこうなんか来たら、まあ、そういうアピールですよ、解決策出せる俺っていう、うんうん、はい、ただまあそうじゃないよねっていうことですね、うんうん、これは。で、あとは INTJ のためのヒント、うん、解決法を言わずに共感的に耳を傾けましょうと。まあ今の、はい、個人の置かれた状況を抽象的概念から分析するより、うん、理解しようと努めてみましょう、うん、こういうことがあったんですねっていう理解、うん、上の方から、うん、あ、見える見える、あなたのこと見える、こうすりゃいいんだよ、うん、地面に降りてこい、地べたに来いよと一回、うんうんうん、同じ目線で見てくれよって、うん、まあ理解してあげましょうってとこじゃないですか。でそれで努めましょうと、うんうん、理解するように、理解というか寄り添ってほしいんですよね。よしよしって感じで、よしよしって、なんだその態度は、めんどくさいな、なんだその態度は、よしよしってすればいいんだね、違う、多分分かろうとするって話ですよ、はい、この人が何を考えてるのか分かろうとしてあげようとする、はい、なんか落ち込んでるのか何かを、そういう、まあ、求めてる時もあるじゃないですか、解決策を。そうね、うん、そうね、はい、うん、っていうのをなんか一生懸命寄り添うみたいなとこじゃないですか。あと呼んでくれと、うん、呼んでくれ、読めと、空気って、あ、空気、何してほしいかをうん、うん、察せよと、めんどくさ、あ、それさ、言えよ、めんどくさいって本当に思います。察せよって、うん、いうことなんですけどね、うんうん、でこっちは察してるつもりでやってるのが、まあ、間違う時もあるんですけど、もちろん、うんうんうん、まあ、向こうは向こうで、うん、的確に言いたいことはあるんでしょうね。だから、まあ、逆もあるわけですよね。逆もある、もちろん別に共感なんかいいからみたいな、あ、そうそう、自分はこれで悩んでんだから、はい、そんな共感なんかいらないから、あ、それもある、なんか言うんだったらちゃんと解決策持ってこいよみたいなああっていうのが、もしかしたら N の方は、うん、強いのかもしれない、増えてというか苦手、うんうんうん、そういうのが、うんうんうん、あ、そういう、うん、場の臨機応変に場の空気を見てみたいな、まあ、多分あれですよ、はい、もう効率とかだから、はい、めんどくさいことは嫌なんですよきっと。めんどくさいですね、嫌ですね、嫌ですね相手のことを考えてとか、はい、で多分その相手って、相談してくる相手 も、はい、もう答え持ってるじゃないですか、やりたいことはありますね。じゃあ聞くなよ。で、こう答え持ってるけど、はい、なんか本当にそれでいいのかとか、はいはい、なんかそれ以外のことを言っても、そうじゃない。
ってなるじゃないですか。それはあるあるですよね。そう、そうじゃない、そういうことじゃないんだみたいな。あ、僕もちょっとなんかイライラしてきてます。はい、だからこうドンピシャの回答ができるんだったら下出たらいいかもしれないけど、はいはい、それができないんだったら多分共感しておくのが正解なんですよ。ね、僕もやればいいじゃんが出てくるんで、今度逆に僕もね。そう、はい、そうなんですよ。はい、そうじゃないんだよってなるじゃないですか。うん、それもない。僕もそれ言われます。そうじゃないんだよって。はい。そう。なんか当たり障りないのが多分共感だと思うんですよ。そうですね。そう。でも確かそれが一番なんて言うんだろう、うん。人に求められるというか。うんうんうん、確かに。うん、どうぞ。うん、どうしてもなんかそういうなんか真の理解に程遠いなーって、なんかその場しのぎの、ああそうなんだ、それは大変だったねーって言いたくないなーって思っちゃうんです。多分でも相手からしてみればその場しのぎの、ああそうか大変だったんだね、君は悪くないよ、大丈夫だよっていうふうに、そういう言葉が欲しいんじゃないのかなーって、バカにしてるもん。ほらほら、今馬鹿にしましたね。そう。っていうのは多分、うん、見え隠れするんじゃないかな、わかんないけど。うん、ああ、嘘つくの下手くそなんで、確かに。なんだろう、まあ共感ですよ。共感というか、寄り添う。はい。この人が何に、本当に、どういう答えが欲しいのか、はい、何に悩んでるのか、はい、っていうのを、まあ、真剣に向き合うっていうところが、多分正解なんですよ。おそらくで多分真剣に向き合ってても、うん、なんて言うんだろう、僕よくなんて高校の頃とか、うん、あの友達の彼女の中電話、うんうん、友達の彼女からなんとか君のこと聞いてよって、うんうんうん、僕の友達と付き合ってる彼女が僕に電話かけてきて、うんうん、悩みを3時間ぐらい喋るみたいな苦行あるじゃないですか、うんうん、そういうのよくあったんですね、うんうん、ですっごい安心したって言われる僕は、うんうんうん、多分それはなんか寄り添えてたのかなと思うんですよ、うんうん、心何とも思ってないんですけど、うひゃめんどくせえと思いながら聞いてるんですけど、うんうん、でもなんかすごいそういうのが多かったんですね、うんうん、N の人は苦手なのかなって、そういうの、まあ僕もしないですけどね。なるほど、うん、っていうのを今ちょっと思い出しました、申し訳ございません。僕はこう多分感情、内向感情じゃないですか、はいはい、この人に寄りたいと思えるかどうかですもんね。なるほど。あ、それはあるかもしれませんね。うん、はい、うん。僕は寄り添わなきゃとか出てくるので。うんうん、出てくるよ、そういうの。外交感情です。いやー、はい、そんなに出てこないですね。何でしたっけ、元々のシチュエーションが。お友達の彼女さんの話でしたっけ。要はなんか人が悩みを言ってきたときに、うん、いや、内心どうでもいいのは多分みんなあると思う。内心どうでもいい。で、僕、内心どうでもいいと思ったら、はい、もうそんなんどうでもいいじゃんってなるんですよ。おー、なるほど。だから、この人の力になりたいって思えるかどうかが重要。はい、あー。で、思えてたら、多分1時間とか2時間とかでも付き合う。はい、なるほど。僕、だから聞いてあげなきゃってなるんですね。うん。悩んでるなら。聞いてあげたいかどうか。で、思える、自分自身が思えるかどうかなんですよ。おー、なるほど。はい、さん、この辺どうですか？その聞いてあげなきゃとか聞いてあげたいとかそういうのは相手と私の人間関係によりますね。本当に興味のない人間がね、ちょっと愛ちゃん聞いたよっていう風に言ってきたんだったら、あーめんどくせーって多分言うんでしょうね、きっと言うと思います。途中から、え、お前曲、結局な、何が言いたいんですかって、多分、口に出しちゃうと思うんですよ。内心めんどくせえで終わらずに。ちょっともう、もういいですかって。そう、めんどくさいときは、あ、いいんじゃないそれで、で終わりますよ。出す。で、めんどくさいって出す、うん、めんどくさい、あ、めんどくさいって思ったときに、はい、思った時こそ適当に返しますよ。あ、いいんじゃないそれで。あ、それでいいと思うよ。いいじゃん、いいじゃん。やっちゃえ、やっちゃえ、みたいな。アイさんもっと今きつかったよ。きつかい、きついきつい。きついですね、アイさんね。きつい、まあ。そんな無駄なことして、まあ、みたいなことを言うってことですよね。言うってことですよね、うん。で、それは言わないですよ。めんどくさい。それこそめんどくさいって思います。よりめんどくさくなるじゃないですか。よりめんどくさく、なんだよ、それって言われるじゃないですか。そうそう。でもそういうのは気にしないんだ。まあ、そんな人間に対して一個人に対していちいちそんな真摯に相手してたら疲れますよ、疲れちゃう。、うん、だから適当にあしらうんですよ僕は。ああ、あの力になりたいと思ってない人に対しては適当ですよ。あ、いいと思います、
なるほど。っていう違いが今、うんうん、ちょっと、愛さんの、そういうところっていうのがちょっと分かった気が、で、あと、INTJ のためのヒントとしては、時間をとって、職場内の対立に対応したり、個人の問題に取り組んだりしてみる。積極的に自分の気持ちを表現し、意見を伝えてみるってあるんですけど、これは要は、一番初めに大衆が述べた、関わろうとしないっていうことですね、多分。職場内の対立とかっていうのは。ただ、個人の問題に取り組んだりしてみるっていうのと、あ、なるほど。それは、積極的に自分の意見を、気持ちを表現して、意見を伝える。っていうのをやってないっていうことなんですかね。まあなんか個人のなんか問題はあるんですよ。あ、っていうと自分自身にも。要はこの人は静かで控えめで、相手から少し距離を置いてますと。要は君はお前は誰だってことですね。職場の中で言うと。もうちょっとこう職場みんな協力しろよって。君誰だっけっていうことなのかな。もうちょっと協力しようよって。そうですよね。で、周りから見たら。で、例えばなんか、これどう思うって言われたときに、みんながこれがいいと思います。じゃあそれでいいと思います。ってなってるんだとしたら、お前の意見を出せですよね。勝座フラッグですよ。お前はどっちの味方だと。うわぁ、嫌な記憶が呼び起こされた。やばい、やばい。っていうのはある。高校の修学旅行の嫌な記憶が呼び起こされてしまいました。なるほど。修学旅行が嫌な記憶。修学旅行は楽しいことしかないですよ。楽しいことしかないです、はい。その修学旅行ってグループに分かれて、まあ、自由行動する日っていうのがあるんですけれども、はい、そのグループ、まあ、私含めて4人だったんですけれども、そのうちの、私の時と1人とそれから2人で分かれちゃったんですね。仲違いというんですかね。喧嘩したわけというわけなんですけど、女子はありがち。女子特有の、陰口というんですかね。はい、その一人の子がいなくなった途端に二人の子が陰口始めるっていう。で、私がその、もうどっちつかずの状態というか、興味ないっつうか、どうでもいいというか。ある。それで修学旅行始まる前、ずっとその計画段階からそれがよくありまして、で、当日私体調崩しちゃったんですよ。もうその板挟みに耐えきれなくなって。なるほど。ストレスでお腹キリ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 ってなってしまって。はい。っていう嫌な記憶が呼び起こされてしまいました。その時に要は対立に対応するまあ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 ああならないならないならないですならないならないならないここはさ修学旅行なんだしさ、まあ僕もなるのかなそれは。そんな危ないところで首突っ込みたくない。僕はでもまあまあでなりますね。でも僕もなんかまあなんか取り持とうとはするかなとは思うんですね。まあもうちょっと楽しい方向に目を向けようとする僕だと、はいはい、まあそれよりもさちょっとこれやろうよみたいな、そういうのはあまりやっぱり主張はしない。そうですね。それやったところでその感情的にピーピーキャーキャーわめかれるのが目に見えてるので、そんな自ら死にに行くようなことはやりたくない、めんどくさいって思ってしまいます。